指揮系統を失ったジオン欧州方面制圧軍は混乱の極みにある。各地でまだ戦線を維持しているエリアへと配送する部隊が相次いだ。ようやくその実力を認められた少数のモビルスーツ部隊は配送部隊への遊撃掃討戦を主な任務とすることになっていった。もちろん僕たちの部隊も例外ではなく、掃討戦のための出撃命令が下った。逃げる敵を追い回して殲滅する。気は乗らないが、無駄に戦果を広げないためにやらなければならないことだった。作戦内容を確認してください。説明は以上です。というわけで次の戦地は北の外れの雪原だね。私寒いの苦手です。女の子は冷え性だからな。いつでも俺が温めてやるよ。最低ね。最低です。悪かったって。そんな冷めたリアクションするなよ。まあモビルスーツも指揮所も暖房は効くから。でも寒いものは寒いです。オーガスタの技研でもモビルスーツ戦闘における最大の敵は過酷な自然環境だって技術屋さんが泣いてたわね。寒冷地はある意味砂漠より怖いからね。マシントラブルで暖房が止まったら凍死しちまうよな。そうなったらデニスさんに人力発電してもらえますからね。予備の発電機と自転車とムチ、あと足かせはどこにあったかな。ホアさん、本気で探すのはやめてください。はいはい、そろそろ行くよ。ユニット1、出撃準備。了解した。作戦内容の最終確認です。出撃準備をお願いします。ユニット1、出撃します。まもなく通過するはずです。よし、まずは遮蔽物を探して機体を見る。そこから最初にモビルスーツを狙撃して、その後一気に突入、敵を掃討する。ユ
雪が降ってなくて助かったぞ。これ以上視界が悪かったら狙撃もろくにできなかったところだ。うわ、ノーマルスーツ着てても寒い。早く終わらせないと死ぬわ。ここが攻めてきたのか。死だ。防衛体制を整えろ。ってとこかね。さて、姫様たちがお望みだ。超特急で帰還しよう。